TOKIO 永瀬智也さんです。どうぞ。出ましたこれ。長嶋さんから小さい声でかっこいいってつぶやいちゃいました。思わずつぶやいた。ちょっとね、ガタイも嬉しい。かっこいいよね。嬉しいですね。かっこいいです。嬉しい。ちょっと身長も高いですね。身長も高いね。おいくつ？42です。42歳、ね、よく言われる長瀬さんに。もう23、4年言われてます。いや、めちゃめちゃかっこいいもん。長瀬くんやっぱりモテるでしょ、ね、いやいや、そう。これは子供にすごいモテます。長瀬くん、長瀬くんいう感じで。実は3月まで保育園の先生をして。素敵素敵。ギャップがいいですね。ものすごい女子の好感度上がってる。やっぱこれは大野社長いかがですか。今日からうちで働いてもらいたいです。さあどうなんでしょうか。どうぞ。一騎打ちや。うわー、これは決めにくいですね。これは決めにくいね。皆さん、はい、顔だけそっくりさん、ナンバーワン決定戦パート2、勝者はどちらでしょうか。それでは審査の皆さん、判定をどうぞ。成功さんとそっくりさんが優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ今田さんからお願いします。はい、おめでとうございました。成功さんとそっくりさんには優勝賞金が贈られます。はい、ということで以上、顔だけそっくりさんナンバーワン決定戦パート2でした。イエーイ。